ジャニーズの舞台裏に隠された感動物語。平野紫耀の成長秘話が明らかに。見えない絆、平野紫耀の人生を彩る滝沢秀明の導き。数多くの輝かしいスターたちが輩出される中、平野紫耀が芸能界での成功を手にするまでの軌跡には、見えない絆が存在していました。その鍵を握るのは、なんと滝沢秀明でした。今回は、ナンバー、愛が、飛べなくして存在しなかった。 と叫ぶ平野陽の引退と、その裏に潜む滝沢秀明との深い絆に焦点を当て、新しい視点からお送りします。平野陽君と滝沢秀明社長、まさに異なる時代を生きる二人が出会った瞬間、運命の歯車が動き出したと言っても過言ではありません。両者は共に苦難を乗り越え、幼少期に離婚による家庭の厳しさを味わっています。 しかし、その境遇が彼らを強く結びつけ、ジャニーズ事務所という舞台で巡り合ったのです。タッキーこと滝沢秀明も幼少期に困難な時期を経験し、貧しさの中で成長してきました。餃子がお肉ではなく綱で作られ、お菓子を兄弟で分け合うなど、まさにたくましい精神力が育まれました。そんな中、幼いながらも将来のことを考え、働ける場所を求めていたといいます。タッキーがジャニーズ入りを果たすきっかけは、 当時のファンであったお姉さんが履歴書を送り、ジャニーズの扉を開いてくれたことでした。平野市行もまた、苦労と努力を重ねて、ジャニーズの門をくぐりました。そして、その才能を開花させていく中で、滝沢秀明の存在が大きな変となりました。特に、タッキーがジャニーズアイランドの演出を任された際に、共演者として翔くんと出会いました。この時、二人は異なるグループに所属していましたが、 その後の展開が興味深いものとなります。滝沢秀明が平野仕様に期待し、サポートしたことは言うまでもありません。引退後もジャニーズの舞台裏で指導に携わり、ジャニーズアイランドの演出を引き継いでいったのです。この流れはまさに運命のいたずらであり、タッキーと翔くんが共に歩んできた苦労が、今日のナンバー、愛の成功に結びついているのです。才能あふれる紫輝くんを導いてくれて、タッキーに感謝です。 身体能力も抜群だし、美しすぎる容姿、いつも全力で素直。誰に対しても優しい。そして努力を怠らない。とてもお茶目で可愛くて礼儀正しい。紫輝くんと関わった人はみんな、紫輝くんのことが大好きになるね。ファンからの言葉が示すように、平野潮はその魅力で多くの人々を引きつけています。そして、その素晴らしい素質を引き出し、育て上げたのが滝沢秀明なのです。 共通の境遇、ジャニーズという舞台、そしてお互いの夢に向かっての共感。これらが平野修行と滝沢秀明を見事に結びつけ、新たな芸能の歴史を築いていく原動力となっています。彼らの絆が、ナンバー、愛としての成功に大きく寄与していることは間違いありません。タッキーと翔くん、二人の未来はまだまだ輝きを放っていくことでしょう。今後のナンバー、愛の動向にはますます期待が膨らみますが、 その根底には見えない絆が確かに存在しています。才能ある若手アーティストを育て、新たな時代を切り開いていく滝沢秀明と、その導きに感謝し、全力で前進する平野耀。これからも彼らの活躍から目が離せません。